ありましたが、ここまでの PCB の経緯でございます。20世紀の約半ばに PCB 開発をされ、そしてその後絶縁体等で多く使われ、その後アカネミウ症事件が発症、そしてこの PCB 廃棄物を保管するということが続けられてきたわけでございます。でその処理への打開を図るためにこの PCB の特措法が成立したというふうに承知をしております。で次、8ページの方で当時 PCB 処理が求められた背景ということでポイントを整理をさせていただきました。当時大気環境をはじめさまざまな環境で PCB は微量ながらあらゆる環境媒体で検出をされておりました。中でも極地、北極に近いイヌイット族の方々の母乳から PCB は検出される。イヌイット族の方々自身は PCB は使われておりません。この中緯度地域の国で発生した PCB が移動して、そして極地で濃縮をし、そしてそこの魚等の食事からこういう人体汚染につながったというふうに考えられております。そして当時約1万1000台程度、全部で35万台程度の調査でございましたが、その1万台程度が紛失不明であるということが分かった。そして2001年でございますけれども、 PCB を含む残留性有機汚染物質、これを国際的に規制する国際条約が成立したということも、当時こういう PCB 処理が求められた背景にあったかと思っております。そして2003年に PCB 廃棄物の処理、基本計画が第一次のものが定められまして、その場で、当時の環境事業団を活用して、速やかに処理施設の整備を図ること、そしてその後北九州、トヨタ、東京、大阪、北海道の各広域、PCB 処理事業が、推進されていたというふうに承知をしております。9ページの上のこのグラフのような地域割で各5つの事業が進められているというふうに理解をしてございます。でこのジェスコの PCB 処理事業における特徴でございますが、まず一つ目はこの輸送に関する特徴でございます。大きく3点こう整理をしておりまして、基本的にはこの PCB を持っておられる事業者の方々、あるいはその地元の自治体の方々と十分なその計画の調整等を行っておられるということ、2点目といたしまして、 GPS システムを用いたリアルタイムでの運行の監視管理でございます。そして受け入れ時は綿密な受け入れ管理の徹底ということ、この3点がPCB 処理事業における輸送 の特徴というふうに認識をしております。で、10ページの方に参りまして、もう1点非常に重要な点は、 PCB 処理というのは地球環境のでの PCB の移動を守るという点の環境制御という側面と、それを防ぐために労働者の方々がその PCB にいかに暴露されないかという、この2点、人の健康保護と環境を守るというこの両者を同時達成しなければならないという、そういう事業でございます。労働環境を整備して、そして個人保護を十分に使って個人をお守りする、それとともに環境、そして地球を守るために環境排出制御をしなければならないという、この両者の同時達成という、まあ、意味で相当に難しい事業を推進いただいているというふうに理解をしております。でそれはそれぞれまたその物質をきっちりと測っていくという点で、10ページの下のようなのような整理をしてございます。環境モニタリングをすることでもって、多くの異性体のある PCB を測る、そして労働者の方の方々の血中の PCB 濃度もモニタリングしながら、その PCB 濃度が上がらないということの確認をしながら事業運営をいただいているというふうに理解しております。これは今回の放射性物質としてのセシウムに対しますモニタリングとも相当相通ずるところがあるのではないかというふうに認識をしております。そして11ページのところから若干専門的になりますが、このこれまでの PCB という物質と、それから今後対象にいただく放射性セシウム、そのセシウムの物理化学的な特性のちょっと比較という表を持ってまいりました。一つがこの蒸気圧というものと、もう一つがこの水への溶解度というものでございます。蒸気圧というのは基本的に蒸気圧が高ければ気層、大気の方に移動しやすいという性格を持っているものでございまして、今回のセシウム化合物の蒸気圧というのは PCB よりも相当低くございます。
セシウムは気体で気中に移動していくことは極めて少ない。ということは、セシウムは作業環境では揮発する可能性は極めて低く、そしてセシウム化合物が付着している粉塵に対する注意を十分に図らねばならない。こういう整理になっていくことをいこうかと思います。ということは、今の PCB というのは相当気中にこれは移動しやすい物質でございまして、それがゆえに労働者の管理を十分にしながら、労働者の保護をしながら慎重に事業を進めなければならないという意味での難しさを持っているということが言えようかと思います。その一方、セシウムの水への溶解度というのは相当高くございます。 PCB に比べても相当高いということが言えます。11ページの下のスライドの方でそういう溶解度の高い物質の例をそれぞれ並べさせていただきましたが、塩化ベリリウム、シアン化カリウム、あるいは一音次亜基酸といったような規制されているような物質と同等レベルでございます。まあ、溶解度は高いんですけれども、幸い土壌への吸着等も期待ができますので、そういう意味で制御しながらの管理はできようかと思います。それから12ページ、最後のページに参りまして、 PCB とセシウムの残留性を比較させていただいております。ご存知のようにセシウムの137というのの放射性核種の半減期は約30年でございます。で PCB の中にも、同族体によりましては、30年以上の半減期、半減期というのは、まあ、その物質が半分に減るまでの期間ということでございますけれども、相当長い半減期、長い期間環境の中に残留するということでございます。そういうことで、まあ、こういう残留性という意味でもこの両者の物質というのは相当類似したものであろうかと思っております。本日、参考人として陳述させていただくにあたりまして、要点3点を最後のおスライドでまとめさせていただきました。この中間貯蔵施設というのは、その長期保管、原料化処理、移動輸送過程を管理状態に置くことによりまして、放射性物質の影響を低下させる効果があるものというふうに、考えております。そして、これまで、日本環境安全事業が取り組まれました、PCB 分解処理事業は、その環境保護、これは地域と地球と両方になりますけれども、その環境保護と労働者の保護の両立を同時達成を目指した事業であるということが言えようかと思います。そしてこの PCB とセシウムというのは、それぞれ物理化学特性、若干先ほどの蒸気圧とか水への溶解度で相違する点はございますけれども、基本的な安全管理原則、あるいは情報公開、地域とのコミュニケーションのあり方についての共通点は多いというふうに認識をしております。若干時間余っておろうかと思いますが、これで私の意見陳述に返させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次に渡辺参考人にお願いをいたします。渡辺参考人、はい。ご紹介いただきました渡辺でございます。私の方からは業界、輸送を担当する業界を代表して、そちらに